数年前の昭和32年、美浜町の沖合で遭難したデンマーク人、ヨハネス・クヌッセン機関長を慰霊する献花の集いが、きょう行われました。献花の集いは、美浜町御代のクヌッセン機関長の胸像前で行われました。今年はクヌッセン機関長の生誕100年でもあり、また日本とデンマークが外交関係を樹立して150周年で、集いにはデンマークのメテボク文化大臣とフレディ・スウェイネ駐日大使らが参列しました。クヌッセン機関長は60年前の昭和32年2月10日、デンマーク船エレン・マークス号で航海中に日の岬沖で火災を起こしている日本船を発見し、船員の救助をしていて海中に転落した日本人船員を助けようとして波に飲まれました。メテボク文化大臣ら一行は美浜町の森下正文町長や日高町の松本修司町長に続いてクヌッセン機関長の胸像に花束を供え、また参列者が機関長が好きだったという金銭花の花を献花しました。メテボク文化大臣は、クヌッセン機関長は残念なことに自身の命を落としましたが、彼の功績は語り継がれ、和歌山の皆さんが悲劇を永遠に続くデンマークとの友情へと昇華させましたと述べ、参列者全員でクヌッセン機関長の崇高な精神と遺徳をしのべました。県内のニュースをお伝えしました。